はい、それでは始めたいと思います。こんにちは、こんばんは。今日はこのタイプの枕目編みですね。3色使ってます。こんな感じでこう横に模様が出てきますね。このタイプです。で、こっちワンタッチの金、留め具を使い、Dカンの代わりの丸カンを使います。はい、で今日はこちらに色が3色、この太いピンクと茶色、これが4ミリの丸線、丸紐です。で、これが 2.4 ミリの丸広になります。丸紐ですね。そしてですね、今日はこれと太い方のロープを2本、これを1本にするための作業から入ります。まずこれ、溶かしつけるやり方は、以前にも別のやり方をやってますので、今日はちょっとまた別のやり方、今まで送ってないやり方でやりたいと思います。作業したいと思います。まずこの芯を少し出してカットしてください。で、しごきます。この茶色い方も芯を出して、この出す分量は適当です。5センチぐらいまで出せばもう十分ですから、3センチでもいいですけどね。で、こうやってしごきます。しごきましたら、できればですね、何かしら、本当はかぎ針じゃないものの方がいいんですけども、ちょっとこの、少しこう差し込んで、ここに穴を、固定したいんですね。ちょっとお待ちください。ちょっと入り口だけ広くします。そして固定して、ここのほつれ止めをします。小さくなっても困るし、ちょっと押さえてほつれ止めを、はい、こうやって穴が、大きめの穴ができました。そしてあとは、これ別に茶、どちらでもいいんですよ。茶色の方を大きくしても、ピンクの方を大きくしても構いません。それでですね、もう一つ、この中に差し込みたいので、もう一方は。なので、ちょっとここは、あえて三角形に、先っちょ細くしたいので、このようにこのように細めにしまして、そしてここをさらに温めて溶かすんですが、溶かしてる間に差し込んで、ぎゅっと押さえてください。そしてここ広がってますから、ちょっとこの茶色い方を溶かして、しっかり固定させます。これで止まりました。はい、そしてですね、今日はこれを1本にしましたら、この細い方はピンクの方の糸と一緒に進めたいんですね。ピンクとこの細いロープと一緒に結んでいきたいと思います。それでまずはこの2つ穴が開いてる方から始めます。
これは今芯が抜いた方出てますので割と薄っぺらになってるからやりやすいと思います。ここで引っかかったら引っかかったで溶かしたところがやっぱりちょっと取らなければ取らないで引っかかればそれはそれで構いません。そしてこういう風になりましたら、これを忘れてました、これも先っちょちょっと炙って固めてください。両端やっといた方が楽ですね。ここはねビュッて押しつぶして平らにした方が楽です。それでなるべく端っこの方寄ってもらって空いてるところに入れます。はい、入れました。そしたらこの輪のループの中に先に1本入れます。そしてあとは全部入れるんですけど、このループに全部入れるんですが、まずはこの D 管になる輪管の方にロープ、長い方のロープを全部移動させて、この時にねちゃんとのロープが並ぶようにすると綺麗です、見栄えがいいです。でこの中に入れます。はい、でこれでギュッと締めます。これはこのまま出しておいたままでいいですからね。はい、でこれでピンク茶色締めます。そうしましたら次に、今日は25センチぐらいのものを作りたいと思います。内径が25センチぐらいの首輪にしようかと思いますので、概要欄の方にはその25センチ用のロープの長さも書いておきますので、それをご参考にお作りになってください。ご自分のところのワンちゃんの首輪のサイズに合わせて寸法がわからないという方は私の方に問い合わせのメールでも送ってください。そうしましたら私のワンちゃんの首輪に合った長さを計算してまたお知らせさせていただきます。まず芯になる部分、これを決めます。これ私今日は25センチと決めて進みたいと思いますので、まずは先にパーツを通してからの方がいいですね。こちらをまず外して作業しやすいように、ここを外してここにですね、こういう向きになりますよね。なのでこの向きになるようにこの3本並ぶのは並行して最初から最後まで同じように並ぶように気をつけてくださいね。入れる前に気をつけてください。まずはじゃあピンクとまだらの方からいきますか。そう、こちらも忘れておりました。こちらも作業がしやすいようにぺったんこにしといてください。こうですね。
小さい方が出てくれません。やっぱりここら辺ね、溶かすときにやっぱりぺったんこにした方が作業が楽なんですね。あそこがやっぱり入り口が狭いので平らにするようにした方がはかどります。あ、いけない、逆になってますね。下から落とし、あ、いいんです。向きを間違えてやってしまいました。いつも進める作業を進めるときは表側の、もうこのパーツも表側を見てやるようにしてください。そして一応先に2本通してみますね。必ず表側のパーツを確認して、はい、こちら側も表側を確認する。若干湾曲してるんですよ、裏側が。だからこうふっくらこんもりしてる方が表側になります。そしてこれが上の方でしたから、まずは2本通しました。はい、ではまた次に。ちょっとかさばって邪魔と思ったらこちらも切っちゃって、で平らにしちゃってください。それでここにサイド、はい、入れました。はい、3列順番に頭からお尻の方まで並ぶように入りました。でここの芯、ここで芯の長さを決めますね。で今日は私は25センチというつもりで作りますので、25センチの測り方は。ここからです。ロープが始まるところから、ここから、あ、そう、ここから、そうだな、これのこのロープが少し伸びやすいので、まあそうね、25センチ、まあそっか、これ25、ここまず25センチで出来上がり26センチにしておきます。ちょっと1センチ長めに、厚みが出るのでね。それでちょっと1センチばかり、実際の出来上がり寸法、出来上がり寸法ってのは内径です。ですので少し大きめの1センチばかり大きくして作ります。でこのように入りました。そうしましたら今度ピンクと茶色は左右に分かれてもらって、はい、では次のステップに行きます。ここまでロープを通して芯の長さも決まりました。次にはこのように縦にしたままの状態で虫ピンを3本ここに差し込みます。
下の台はアイロン、私はアイロン台を使ってます。とてもアイロン台は便利です。こうして斜めに向くように蒸しピンを垂直じゃなくて斜めになるように、で硬いもので押し込んで、これを両端と真ん中にロープも差し込むようなつもりで、こうやってグッと差し込んで止めます。結構これが安定感がいいものですからおすすめです。そうしましたらこれでピンとなりました。芯が収まりました。次にはそうしたら早速編んできます。まず私分かりやすくまず1本の方のロープから始まります。まず1本のロープを芯の真上を通して、この真ん中から引き出します。真ん中から引き出します。次に反対側の方向にこのようにまたくるっと円を描くつもりで戻っていただいて、今度こちらにあった端のロープの方もを並べて、この3タイプのロープの上、ロープの真下ですね、真下をくぐらせます。こんな風になりますね。この3つに分かれて。そうしましたら、ちょっと上の方へ持っていきます。そうしましたら、今度はこの茶色いロープの端っこを一番最初のに作ったループの中に通します。通しますね。そしたら、今度は真ん中の芯をしっかり押さえて、これをこれですね、このロープを引っ張って一番上のループを締めます。引っ張って締めます。そして今度はこっちに出したループくぐらせた長いロープを引っ張ります。これで斜めに2本のラインができます。はい、これができたら1段目が完了で、2段目、同じことの繰り返しですが反対側のやり方になります。まずカーブを作ります。そして芯の真上を通ります。そしたらこの 真上を通ったら真ん中から顔を出させます。真ん中からこの細いのと太いのとのこの並び方はずっとこのままを維持してください。最後の最後まで。で今はここでは上細いのが上側になってます。そしてこれを今度この端っこのロープを並べて3パターンの縦線の上を通り、この3タイプの流れの真下にくぐらせます。2本ずつやるとなんとなくこうよくはっきり 見極めるのが難しいかもしれませんけど、こういうふうにしますね。そしたら 1回目のループ、2回目のループができますね。そしたら今度こっち側最後に出した方のロープの端っこを一番最初のロープに通します。
通します。そしたらこれが芯ですから、でちょっと上の方に持ち上がってもらった方が見やすいので、上の方に移動させて、で真ん中の芯を押さえて、真ん中の芯を押さえて、こうやって引っ張ります。縮めてください。1回目のループを縮めます。もうギュッと締まってもここにもう通し済みですので、そこら辺はもう安心して真ん中の芯を押さえてギュッギュッと引き締めます。その時にちょっとこの細いのと太い糸のともちょっとバランスもよく監視しながらこういうふうに引き締めますね。そしたら今度はこっち側にある大きく伸びたループ、これを引き締めます。こうして引き締めます。そしてギュギュッと。でこの時両サイドのロープはこうしてやるとちょうどいい具合にこちらも整ってくれるので、このようにしてください。でギュッと上の方へ持ち上げておくと締まります。はい。で今度はピンクが終わりましたから茶色です。同じことの繰り返し。はい。こうやって U ターンさせて曲げましたら、真ん中から引き出します。下から上ですね。引き出します。でここで一回くるっと輪っかができます。くるっと輪っかができたら、今度またこれを返してあげます。反対側に返します。その時端っこにあるピンクの方のロープを並べておいて、並べておいて、この3本のタイプ3タイプ3本柱の下をくぐらせます。くぐらせます。3本の下をくぐらせます。この時にね、太い方のロープがちょっとねじれないように、そこら辺もちょっと気をつけながら、そしてループが2個できてる状態ですよね。これとこれと、そしてこう通ってますから、この際こっちに飛び出してる長いロープを一番最初に作ったループの中にくぐらせます。長いループの中にくぐらせて、こうやってねじれますから、そこら辺ちょっと気をつけてください。そしてでまずは真ん中を3本並んだ真ん中芯ですね、芯を押さえて一番最初のループを引っ張って引き締めます。引き締めて倒して、でも通ってますから、今度は3本押さえた状態でこの時にこうねじれますので、これを気をつけなきゃいけない。ねじれのないように引っ張り引き締めます。でその時しっかり引き締めたら、ちょっとここ端を両サイドに引っ張り合うとここの形が整いやすいので、こうして引っ張り両サイドに引っ張ってください。これで今3段目が上がりました。そしたら今度またピンクです。はい、ピンクを曲げましたら芯の真上を通ります。はい、通りましたら真ん中から出します。真ん中から出しましたら、この細い方のロープの、位置が、ね、気をつけるように見てください。今ここに端っこに細い方が出てます。で、これを自然に曲げるとこんな感じになりますから、いつもこういう状態ではピンクの上に乗っかってるように、そこを気をつけてください。そして今曲げまし
って真ん中から出しました。そしたら今度はあんまり大きいと、これ輪っかを大きくしとくと皆さんちょっと分かりにくくなると思うから小さめにしときます。今真ん中から出しまして引っ張り出しました。そうしたら今度はこの全部のロープ3本縦に並べ、3本縦に並べます。3本全部またぎます。またいだらこの3本の真下をくぐります。真下に通します。通します。はい、ループが2つできました。そしたら今度は一番最初に作ったループの輪っかに、この輪っかに2つ2本通します。まずは通してください。形はどうであるまずは通してください。そしてちょっと上の方に行ってもらって、で先ほど述べたようにこれは細い方のロープはいつもピンクの上に乗っかってる状態で私進めてますので、これはもう最初から最後まで変えずにその状態でいてください。でまず芯をしっかり伸ばしますね。はい、通常の芯2本今伸ばしました。でこれは両サイドに端っこに行ったり来たりするロープですね。で真ん中のというかこの3本並べたうちの真ん中のロープの上をしっかり人差し指でも何でも押さえていただいて、一番最初に作ったループを引き締めます。引き締めます。もう最初にこれ通してあるからしっかり引っ張っても作業はしやすいです。これをしっかり締めます。で倒します。はい、倒します。そしたらこれ今これが細い方が上になってなきゃいけないのになってますね。そしたら今度はこちら側に出てるものを引っ張れば2個目のループが締まります。2個目のループが締まり、そしたらちょっとこう両サイドに引っ張ると形が整いやすくなります。こういうふうに見てて、ちょっとこっちが緩いかな、ここがですね、ここのロープがちょっと緩んでるかなと思ったら、こういう千枚通しのようなちょっと細いものを用意しといて、よっと、でこっち端っこを引っ張ると1回ずつやってできる緩みというのは、それはもう全部最後まで通して同じような感じになるので、あんまりいちいち細かく気にする必要はないです。でここをしっかり上げとくと、はい、ピンクが終わりました。ですので今度は茶色です。同じことの繰り返し、芯の真上を通って、これもう一回、もう一回輪っかをでくるみます。つまりどちらかの芯も反対側の芯をこうして2回くるみますね。そして1回くるんで2回くるむ、その時に2回目の時は全部縦長にしたロープの真下を通る。そして一番最初に作ったループの上に、ループの中に
その端を通す。虫ピンがちょっと外れてきちゃいました。これ押さえ込みます。はい、で真ん中の芯を押さえて引っ張ると1回目のループが締まります。締まりましたね。そしたら今度は、まあ、このここをもう1回押さえて引っ張れば締まってきます。もうちょっと締めたいなと思ったら再度またここを引っ張れば はい、そして最後にピッと横に広げる。そうするとここの長さが毎回同じ動作をするとちゃんと決まってくれますので、綺麗に上がっていきます。はい、でこれの繰り返しで最後の行き止まりまで、ここの行き止まりまで行ってください。ではまず進めてください。はい、ではここまで行き止まりまで結び終わりました。そうしましたらこれが表側ですのでひっくり返します。ひっくり返しましたら、かぎ針をご用意いただいて、お持ちになるかぎ針、少しあんまりここが細くない、これ3号ほどなんですね、3号、これぐらいのものを用意しておくととても便利です。そうしましたら、裏に返したら、ここに渡ってる、このロープにかぎ針通しまして、太い方からここ通します。もう強引に抜いてくださって構いませんから。もう一本細い方引っ掛けて抜きます。ちょっと出てきませんね。はい、これも一応きちんと上下揃えて、この並び順に揃えた方がすっきりゴツゴツしないで収まりますので揃えてください。そうしましたら今度反対側のこちらも反対側に通します。外側から内側に入るように、よし、しっかりやってあるものですから、ちょっと輪っか入りやすいところから入りましょう。そしたら、これを、はい、抜きます。抜きましたらしっかり引っ張っといて、表側から見るとこんな感じですね。ここからここに橋渡しができました。そしたら裏でまた今度はこの始末をします。この始末も
そうですね、まあ、3センチぐらい中に入ればよろしいかと思いますので、こうして入りやすいところかぎ針通して、引っ掛けて通します。あともう一つこっちですね。はい、ここで引っ張り出しました。はい、そうしましたら次にここを少し揃える感じで、結構太いのを2本使ってる感覚でしっかり厚みができました。丈夫です。そうしましたら今度この3本いらないのをカットします。ここでカットします。少しね、余裕があった方が持ちやすくて処理がしやすいので、あんまりキリキリの寸法だと後処理がめんどくさくなります。しにくくなります。で、これちょっとこっち内側の方へちょっと避けといてもらって、このもここを溶かしつけたいので、ちょっと他に炎が当たりやすいようにちょっとここだけ飛び出させますね。で、ライターで炙ります。炙ったらこの金具のところで押さえ込みます。これは自分の肌じゃないから、溶かしたらすぐささっとスピードよく、で、これが R がついてる関係で溶けたところもこうして R がついてへこみますので、ちょうどいい感じです。当たっても痛くもないで、引っかかりもないです。はい、これで出来上がりました。これでワンちゃんの首を、ここに厚みがあると意外とこう肌に直接当たってもそうそう痛くない。特にこのロープは柔らかいロープ使ってますので、クッションな感じですね。なのでそれほど痛くはないので、不快にはならないと思います。はい、で今日はこの2色3色ですね、3色使った編み方を学習いたしました。また次の次回はですね、次回はちょっとまた新しい編み方で、どれにするかな、こういう感じのものです。これもちょっと洒落てますでしょ。次回はこの編み方を進めていきたいと思います。これも首輪です。まあ、ここをパーツを猫ちゃん用にすれば猫ちゃんにも使えますけど、猫ちゃんの場合はここがもっと細い方がいいかと、首があんまり猫ちゃんないからここの幅の狭い方がいいかと思いますので、やはりワンちゃん用に使われた方がいいと思います。で、今日の編み方の寸法は概要欄に何ミリの太さのロープを使って何センチにしたら首輪の内径が何センチのものを作りましたとご案内いたしますが、飼ってらっしゃるワンちゃんの首輪の寸法が違う場合は私の方に問い合わせのメールをください。そうしまして教えていただければ、そのサイズに応じた長さを寸法計算で出しましてお知らせいたします。それとですね、この材料ですね、ご自身で全て揃われるのももちろんよろしいです。手芸材料屋さんでパラコードとか綿ロープとかって売ってますので、これは今回パラコードですけどもね、パラコードの柔らかい素材のメーカーさんによってちょっと違うので、柔らかい素材を選ばれて、あとこのパーツですよね、これネットでも買えます、ワンタッチので
で、そういうね、ご自分で整えていただいても構いませんし、いちいちそれぞれにね、注文して送料取られるのもバカバカしいと思うようであれば、一式の素材をおっしゃってくだされば、ワンちゃんの首輪の寸法を教えていただいて、ご注文いただければ、私の方から一括で全揃い、一揃いを送らせていただきます。レターパックライトで送らせていただきますから、ポストの中に入る形でやらせていただこうと思ってます。ですので、そのような方はまたそのように、メールの方でご注文ください。準備いたしますので。はい、では今回はこの編み方でした。3色使った編み方でした。ではまた次の機会の別の枕目編みをお楽しみください。お待ちください。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。